じゃあ続きやっていこう。あとこれがお兄ちゃんと多分妹編の最後のなんだっけ、海賊の宝編みたいなやつがあるらしいから、あの防波堤にいる少年に話しかけるってやつ、これが多分4つ目だよね。主釣り編やって、で大会編やって、あの釣り堀編やって、でこれ。で、このストーリーはおしまいみたいな。あ、で、今さ、このデータ消したんだけど、なんか、前消したときこれ消えちゃったのに、今回は残る。ちょっとわかんないけど、まあ、いっか。とりあえずこれでまた始めるね。じゃあ、あそこまではカットで。よし、じゃあ、お家の外に出たので、今度は誰にも話しかけずに、こっちの子かな多分。こっち行って、いるかな、あ、この子。多分、この子に話しかける。病気の妹を助けるために旅をしてるんだってな。これから話すことを誰にも言わないって約束できるなら、いいことを教えてやるぜ。いいこと？約束できるか？はい。実はな、ここからずっと南に行ったところにある島には、海賊が隠した宝物があるんだ。それをお前が手に入れることができれば、妹の病気なんて簡単に治せるぜ。あー、なんかあの入れなかったとこあったね。あ、でもそれ沖島？あ、違うわ、あの宝島か。行った時にさ、太郎が入れないとか言ってたとこあったよね。本当にその島にはどうやって行くの？簡単には教えられないな。知りたかったら磯場の灯台にいる俺たちのリーダーに聞いてみるんだな。あ、いたね、あの子が。ねえ、なんで子供のくせにそういう変な話し方をするの？ぬか、大きなお世話だ。誰にも言うなよ。あれかな、背伸びしたいお年頃かな。磯場にいるあの男の子ね。OK、 灯台のところにいる男の子に行くには磯旅が必要で100円しか持ってないから、やっぱり黒鯛を育てて1000円稼ごう。で、竿も欲しい。そうだね。今は何センチ？今回は41センチ以上。 OK、 やってるよね。はい、 OK。 とりあえず黒鯛育てよう。まだお金ないから。餌は持ってる。よし、じゃあちょっと釣ってきます。よし、これで寝たから大きくなってるはず。あ、いる。はい、君が41センチ以上のが欲しいな。ほい、いいよ、上がっておいで。ほい、ちゃんと育ってるかな。でもやっぱ序盤はこれで稼いだ方がいいよね。あの磯竿とかも買えるから、1000円あったらあの海に出る船の準備もできる。1000円あったらなかなか普通に釣って1000円稼ぐの大変だからな。育てた方が早い。で、ついでにいらない魚は釣り上げてっちゃって打っておくって。はい、いけるか。まだ頑張る。あー、いける。上がれ、そのまま。はい、お、いいよ。何センチ？43センチいただき、優勝いただき、1000円いただき。いよいよこれで、なんだっけ、磯旅も買えるね。はい、まず大会に100円。はい、出ます。で、はい、優勝します。1000円ありがとう。はい、43センチです。 OK、 これで釣り具屋さんで、はい、まずこれを買います。はい、あと
はとりあえずいいか。あ、宝島行くか。待てよ。500。あ、違うか。今灯台行くだけだよね。あ、今ヘッドライトいるかも。宝島行くなら、あの夜にしないといけないから買っとこ。はい。灯台行く。あ、船は乗らなくていいかも今回多分ねいや行けって言われるか。そんな簡単な話があるか。救命胴衣もまだ買ってない。とりあえず行ってみよう。はい、あの灯台のところにいる子だよね多分。そこの男の子が友達なのかな。あ、ご隠居、この間はありがとうございました。年を取ると釣りをするのも一苦労じゃだから仲間たちが釣ってんのかな。お供の人たちが。それで、はい、ここを越えまして、で、灯台。あれ、宝島って灯台から幽霊船で行くんだよね、確か。だよね。あの洞窟行くのが目的か。前にあの太郎がいたところ。はい、あの子だな、この坊主頭の。こんにちは。君がリーダーかい。その通り、俺がリーダーだ。防波堤にいた子に聞いたんだけど、海賊の宝物のことを教えてほしいんだ。ち、おしゃべりなやつだな。やっぱり変なしゃべり方。宝のことが聞きたかったら、沖島の釣り具屋で売っている高級チョコを持ってこい。あ、結局海に出るか。え、高級チョコ？俺の大好物なんだ。なんで沖島に高級チョコが？じゃあよろしくな。待てよ。計算。救命胴衣100円、船代100円。で、チョコがいくらかわかんないんだよ。どうするか。竿を買わないで行ってみるか。チョコがいくらなんだろう。とりあえずちょっとなんか500円とか1000円とかだったら、続きもやんなきゃいけないかな結局。どうするか。とりあえずこれは必要でしょ絶対。はい。あと船が100円。でチョコがいくらか。来るだけだったらな。あ、でもチョコを手に入れるために何々釣ってこいみたいになるかな。まあ、いいか、一回セーブしていってみるか。何にもなかったらリセットするという方法で。とりあえず竿を買わないでってみる。もしお金必要だったら今度スズキを育てる。あ、なんかさっきっていうかこの間さ、あのクロダイとスズキを一緒に育てるって言ったけど、この初期の釣り竿じゃスズキ釣るの大変だから一緒には育てられないねまあすごい頑張れば釣れる時もあるだろうけど、逆になんか食いちぎられちゃって時間かかるから、先に竿を手に入れてからスズキはやった方がいいかも。わあ、機嫌が悪い。機嫌が悪い。いや、パンあげるから。よしよし、なんとかなった。もう食べ物は動物から逃れるためのアイテムみたいなもんだよね。でもあげても取られるからな。殴った方がいいかも一番あの被害少なくいくんだったら最初にこっちから殴った方がいいかも。たまにでも取られちゃう時あるけど、一回セーブするじゃん。セーブして、はい、これでおじさんの船で沖島だから行けるよね。100円、あと751円。チョコ買えるでしょうか。
チョコ1000円とかだったかな。はい、とりあえず島行ってみて。はいよ、どれだ。あ、こっちこっち。キメは？あ、タロウいる。三平まだ見つかんないんだね。あ、そういえば太郎とお母さん以外には会ってないの。会えないのかな。なんだっけ、道具。あ、これだ。あ、150円。そんな高くなかった。はい。600円。あ、差を変えるね。500円で。オッケー。万が一のためにアジだけ買っとこう。この外来ないと行き家買えないから、万が一のためにアジ買っとく。それでだ。おじちゃんの船で帰る。で、あの子にチョコあげれば。あれ、今買ったっけ。今チョコ買ったっけ。あ、買ったよね。あ、持ってる。はい、高級チョコ。なんてリッチな男の子なの。高級じゃなきゃダメなの。ゴディバ。ゴディバのチョコ以外認めないタイプ。よし、ここ。それでだ。で、磯場まで行くぞ。風刺来たよ。はい、そうそう、これこれ。サンキュー。じゃあこれをやろう。これは、あ、ランタン。もういけるのか。そうだ、夜になったらこのランタンを灯台に置くんだ。そうすれば宝島に行くことができるぞ。あ、ありがとう。ちょっと待った。宝島に行けるようになったからって宝がすぐに手に入るっていうことじゃないからな。そうか、そうだよね。でも僕頑張るよ。 OK。 そうだ、竿を買おう。せっかくだから竿を買おう。はい、これで午後ちょうど帰る。OK。 で、先にちゃんと装備してる。はい、で、浮きのこれで OK。 それでだ。こっち側来て、そばではスペラで転ばない。で、夜になった。で、ランタン。はい。そしたらお迎え来てくれるかな？幽霊船が。はい、来た。なんか宝島行くの久しぶりだな。はい、こんにちは。ふんふん。ここら辺は一緒だね。はい。ヒラメ。とりあえず今はいいよ。まあ一緒だね。じゃあもう寝ちゃおう。特に何が必要かまだわかんないから。よし、じゃあ宝島行こう。明るい曲。幽霊船とは思えないぐらいの。さあ着いた。よし、それでだ。あ、なんか人いないね。誰もいない。あ、ここに人いる。はい、こんにちは。見張り。お、ひょっとして海賊の宝物を探しに来たのか。そうだよ、ここにあるの。あ、そうだよ。しかもこの中に入る鍵は俺が持ってるぜ。欲しいか。くれるの。ただし、じゃやれないぜ。俺は針千本を頂点にするのが趣味なんだけど、今持ってる一番大きいのは20センチのやつなんだ。今度は25センチ以上のやつが欲しいな。俺はここの見張りをしてないといけないから、お前が代わりに釣ってきてくれよ。25センチ以上の針千本です。なんかどっかで釣れたな一回。鍵をくれるの。あ、いいぜ。やっと釣りが出てきた。メタ発言じゃない。釣りの要素やっと出てきたって言うけど。じ
ゃあ釣ってくるよ。一応クロダイは釣ったんですけれども。オッケー。ここは宿屋さんもあるし。あれ、ここでハリセンボン釣れるんだよね。じゃあちょっと待って、分布図見るから。あ、今説明書のさ分布図見てたんだけど、例えば宝島の分布図だけ載ってないんだよね。魚がどこで何が出るかって。でも多分出るよね。そこら辺で釣ってみるか。とりあえず手当たり次第。あ、どんなのがいるか見れるしね。よし、釣っていこう。はい、お地蔵さんは大丈夫。これで当たりはいいけど、餌ハリセンポンってちっちゃいよね。25センチだもんね、大きくて。引き上げていっか、この辺で。あ、なんかこの辺にいた釣りの人たちいなくなっちゃったから引けないね。あれ、何人もいない？違うとこで釣ってこなきゃいけないのかな。あ、いないね。はい、あ、いるいる、そこに。ちっちゃいだけだった。どう？潮の流れが外に向かってんな。こっちから釣った方がいい。はい、君誰？あ、見たことない。はい、はい、はい、はい。ここでハリセンボンを探す。左だって。へえ、あ、しまった。10個しか持てないからな。10個しか持てないから、ここにすっごい溜まってる。はい、これ機体か。全部ハリセンボン魚影はちっちゃいはず。違うとこ行ってみる。機体釣り上げちゃうとあれかな。これさ、10匹もあの網がいっぱいの時に釣れたやつって入れ替えさせてくれんのかな。逃がすしかないとか言われるかな。魚影あそこにしかないの。上にしかいない。あ、あれか、あのメガネ持ってないからかも。多分ね、深いとこにいるのは見えないから。あ、食べない。あれ、前ハリセンポン浮き釣りで釣ったかな。そうだよね。なんか、あ、ここちっちゃいのいっぱいいる。なんか一匹食べてみて。入った。誰？あ、カサゴ。身のカサゴ。はい、逃げる。待てよ。はい、この辺。あれ、買った方がいいか。待て、あ、でも買えないわ。901円しかない。あ、でも戻るのはタダか。これお金かかんない。はい、あ、なんかロケット型の子。この子見たな。アザラシにも見える。あ、プラグって言ったか。あ、これだ、ハリエンボ。これだった、いた。
いたぞ。プラグって言ったから怒ったのかな。あ、この針じゃあれだな。難しいかも。ここにいる。来た。あ、針がダメだな。もっと小さいやつにしないと。針変えるかな。待て待て、お金がない。ただ変えるのはただだね。魚屋さんまではただでいける。餌。今オキアミ食べてるから、餌じゃない、なんだっけ、針、針、ハゼ、ハイズ。ちっちゃい方がいいかな。口ちっちゃそうだよね。これにしてみよう。はい、で針をちっちゃいのに変えてみて、で餌をオキアミ。闇食べる。よし。そしてセーブする。オーケー。お金がないがなんとかなる。あ、でもあれか、寝かせないといけないんだな。大きくしないと。あ、降りられない。あー、泳いだ。はい、もうちょい行く。はい、こう流れてる。はい、食いつきはいい。あー、めっちゃ逃げんな。あれ、針変えたよね。サイズも難しいな。一回もミスれない。ただ食いつきはいい。あー難しい、針がダメだ。買いに行こう。前何で釣ったかな。ちょうどいい針が必要。じゃあ一回夜にしてあっち帰ろう。これも機台とか売ってみよう。うわ、人でピクピクしてる先っぽが挨拶。どこが笑ったの人でのどこが笑ったの。夜にする。で、なんだ、はい、じゃあちょっと帰ります。よし、戻ってきたが、なんかちょうどいい針。何に似てる。サイズちっちゃすぎるかな。メバル、ヒダイ、セイゴ、イセ、アマグレ。ちょっとグレにかけてみようか。20円だし。これとハゼも買っとこう。はい、それでちょっと一回魚売ってくるわ。あの宿屋さん代。はい、お魚買ってください。機代安はい、売ります。85円あるから8回ぐらいは泊まれる。あ、でも餌も買わなきゃな。でとりあえず帰るわ。戻ってきたぞ。これでセーブしまして、はい、なんとか釣りたい。結構口ちっちゃそうだからな。でもグレーあれだよね、結構でかい魚釣った時用だったな。これちょっとちっちゃすぎた。これどうよ、深い感じ。これでかいな。ハゼつけてみよう。
はお冷やめで大丈夫。はい、これでこっち、ここいけ、流れる。早まった。気持ちが焦って。どうだ？ちょっとちっちゃくて見えないな。ここにいるな。伏線上に。はい。はい。クイクイってやられたらもう絶対逃げられるかな。釣りに行くだからこその難易度かな。はい、絶対に、あれも逃しちゃいけないんだよな、一瞬を。一回変えてみるか。じゃあグレで。単純に釣るのがすごく難しいってことかもしれない。見えない。ここか。はい。食いつくのは早いけど。あ、グレちょっと引っ張れた。慣れるしかないな。身のカサゴ君じゃない。はい。痛い。手が痛い。27センチ、やった。一撃でどうにかなった。今すっごい集中した。あのね、引くタイミングが一瞬しかないタイプの魚みたい。針は多分関係なかったかな。もう一回でもタイミングミスったり、あのいやいやされたら終わるみたいな、タイミングリズムゲームみたいな感じかもね。え、25センチって言ったよね。持ってきました。やった。これで提灯が作れる。ほら、鍵だぜ。金の鍵を手に入れた。ありがとう。なんか拍子抜けだな。いいんですか。せいぜい頑張れよ。え、まだある。あ、やった、海賊の宝物だ。あ、本当にあるの。なんか奥に骸骨みたいの見えるけど。あれ、上に上がれないぞ。おい、誰か。1ヶ月後。怖い。ふう、なんかいい気分だわ。幸子や、具合が良くなったのかい。おばあちゃん、なんだか体が軽いの。奇跡じゃ。お兄ちゃんは。それが、お前の病気を治すために家を飛び出したまま帰ってこないんじゃ。お兄ちゃん。お兄ちゃん、まさかずっとあの中にいるの。お兄ちゃん、私、お兄ちゃんを見つけに行く。何を言っておるんじゃ。せっかく体が良くなったのに無理をしちゃいかん。あ、今度はやっぱ妹が探しに行くのか。ばあさんめ、また弁当を作り始めようかな。何回か見てるのかな。幸子は優しい子だからね。さあ、お弁当だよ、持っておいき。ありがとう、おばあちゃん。仕方ないの。
あれ、お兄ちゃん追うのか。また釣らなきゃダメかい。500円。さーてどうする。あの男の子に話すわ。一回セーブ。針千本釣れたからセーブ。はい、妹でなんかでっかい主するって感じかな。でも宝物はあったね、本当に。あ、挨拶。はい、お宝はあったけど骸骨もあった。だから出られないシステム。てか1ヶ月後って言ったこと、1ヶ月後ってことはもうもうお兄ちゃんは助からないのではご飯もないし。何か用？お兄ちゃんを知りませんか？知ってるけど教えない。そんなこと言わないで教えてね。何でもするから。う、どうしようかな。お願い。しょうがないな。でも俺の口からは言えないんだ。リーダーに聞いてくれよ。リーダーって誰なの？みそ場にある灯台のところにいるよ。でも俺が言ったって内緒にしておいてくれよ。分かったわ、ありがとう。リーダーに言ってないよな。大丈夫、言ってないよ。まだ会いに行ってないからね。オッケー、じゃあ、磯、なんだっけ。あ、磯旅か。いつも忘れちゃう。待てよ。ここで、500円持ってるから、とりあえず買っていっちゃうか。はい。あ、でも、お兄ちゃん追うならヘッドライト。加藤。はい。宝島行くなら。あとちょっとお金稼いで竿だな。竿が必要。妹は何を釣るかだな。はい、カジキも飛んでる。はい、あ、ご隠居以前はありがとうございました。だいたい同じことしか言わないね。てか、あのここにいたイルカは助けてあげたのに何の役にも立たんか。ちょっとナンバーコ出てきた。挨拶。ひどいよ、幼女になんてことするの、このナンバーコ。はい、大丈夫です。まったく。で、磯場。お兄ちゃんを助けに行く。また海に出なきゃダメかな。あの、船乗らなきゃダメかな。あと、じゃあ救命胴衣も買わないと。何気にお金かかる。ってことは結局やっぱり、あ、そっか、大会はもうやっちゃってんだよね。大会で稼ぎはできない。リーダーさん、こんにちは。誰にそのことを聞いたんだ？ごめんなさい、それは言えないの。まあいいだろう。それで俺に何の用だ？私のお兄ちゃんを知りませんか？お兄ちゃん？お前、あいつの妹か。なるほど。いいだろう、教えてやるよ。本当に？ああ、本当だ。だが、それには一つ条件がある。ふふふ、小さな女の子でも俺は手加減しないぜ。あ、高級チョコ。沖島にある釣り具屋に高級チョコが売ってるから、それを買ってこい。そうしたら、お前の兄の居場所を教えてやる。どうだ？わかったわ。随分変わっている人に。あまり相手にしたくないわ。すごい、ドン引かれてるけど。チョコはまだか？オッケー。いくらある？チョコ150円。あ、ちょうど足りるかも。ちょうど足りるかな、もしかして。救命胴衣買うじゃん。はい。で、船が100円でしょ？なんで、チョコが150円なら、値上がりしたらどうしよう。売れ行きが良くて250円とかになってるかもしれない。救命胴衣まず買う。船100円、チョコが250円じゃない、150円なら足りるわ。はい、海湯挨拶。はい、にっこり。よしよし、調子がいい。今日このストーリーを終わらせる。どうしようかな、妹編がもしスムーズに終わったら、あの、ケイチくんをやるかどうか考えてる今日。ただ、ちょっと疲れてきた。魚釣るのにすごい力
が必要だから、集中力が。特にあの針千本に結構何匹かやったよ。何度か逃がしたが、うん。さて、こっち戻ってきて、セーブして沖に出よう。はい。それで高級チョコ買うじゃん。で持って帰ってくる。あーでもそこで500円竿代を稼ぐかな。まあいっか、釣れって言われてから考えよう。はい、またあの入り口で言われるかな、針千本釣ってこいみたいな今度は30センチみたいな。まあ言われてから考えよう。さてと、ここの、はい、チョコ買います。チョコを買います。売ってる？いくら？あ、同じ。はい、ぴったり買える。よし、いいよ。計算されたかのような500円。このために500円にしてくれてんのかなまた釣るの大変でしょみたいな。はい、出ます。はい、で帰るね。じゃあ、うわー、ホオジロザメが挨拶。よし、ホオジロザメもにっこり。じゃあ帰ります。うーし、チョコ買ってきたよ。はい、どうぞ。よし、いいだろう。夜になったらこのランタンをそこの灯台に置いてみろ。お前の兄がいるところに行けるはずだ。クックック、またチョコが手に入るぞ。うん、本当でしょうね。なんだと？俺はリーダーだぞ。チョコレート、おいしい。は、なんだ？まだ何か用なのか？大丈夫、カフェイン中毒じゃない？チョコレートそんなに食べて。鼻血出ちゃう。鼻血出るっていうか、血糖値すごく。そんなにおいしいチョコなのかな？夜にしまして、はい、ランタン。行くぜ。お迎えに来てください。てか、ほんと勇気あるよね。こんな風にしてさ、来たやつ乗れなくない？怖くて。絶対乗り込まないんだけど。もう生きて帰れないでしょ。もうすぐ眠ります。で、ここで安眠できる。心の強さね。高場は絶対一睡もできなくて、永遠にあの船から降りられない。あ、やっぱ誰もいないな。セーブ、まあ、いいか。あ、いるな。はい、見張り、また来たか。何、またって。海賊の宝を見つけに来たんだろ。時々来るんだよな。そんなの知らないわ。私はお兄ちゃんを見つけに来たの。その中にいるの？お兄ちゃん？そういえば数ヶ月前に中に入ったっきり出てこないやつがいたな。え、入ったっきり？それって、よく考えたら恐ろしいな。どうしよう。ちょ、遅くない？気づくの。ちょっとどいて。か、鍵を使わないと。あ、くれた。あ、お兄ちゃん。絶対死んでるでしょ。お兄ちゃん。お、幸子か。なんで生きてんの？無事だったのね。なんとかね。そこの池が海とつながっててさ、魚を釣ることができるんだ。だから飢え死にしなくて済んだよ。さすが。水は天井から落ちてくる雫を。あ、お前ひどいじゃないか。助けてくれたっていいじゃないか。い、生きてた。ごめん、忘れてた。怖いよ。あ、はしごあったの。お兄ちゃん、今はそんなこといいから、自分で上がってこれる？大丈夫だよ誰がはしご用意したの？ひどい目にあったぜ。お兄ちゃん、そそっかしいから。宝の山に気を取られてそこに落ちちゃったんでしょ。そういえば病気は治ったのか？ええ、もう元気いっぱいよこっちはなんか謎の力で回復したんだね。自力で。このお宝見つけたからとかじゃないもんね。おじいちゃんとおばあちゃんのところに帰りましょう。そうだな、よし帰ろう。あのお宝はいいの？あ、終わったまあでも
幸子は病気治ってよかったねみたいな、お兄ちゃんもギリ生きててよかったねっていう、よくメンタル持ったね、あの中で数ヶ月発狂しちゃうでしょ、もう助からないかもしれないって思いながら。あ、でも魚釣り好きだから大丈夫だったのかなもう一日やることないのに、他に魚釣りして。え、でもあれだよね、火はないから生で食べてたってことかな。あ、まあ生では食べれるか、お魚だからたくましいじゃないか。結局お宝が何だったのかはあれかな、兄弟愛がお宝みたいな、お兄ちゃんが宝物みたいなことかな、そのお話かな。あの奥のお宝には一切触れないけどいいんだねあ、でもこれあっという間に終わった。針千本釣るぐらいだったもんね。ただ針千本釣るのが非常に難しかった。はい、あ、じゃあこれでお兄ちゃんと妹のストーリーは4種類全部やったかな。あとケンイチくんだね。じゃああのおまけモードで出てた。今日頑張ってちょっとやるか。どれぐらいの長さあるかわかんないけど、やれるとこまでやるか。そんでそこまでやったら、あのおじさん編はちょっと回収編として後付け実況にしようと思ってて、空いてる時に時間ある時にコツコツ釣ってくっていう、かなり種類いるから、 あと全部やんなきゃいけないの多分。あのなんだっけ、船とかじゃないと釣れない魚とか、なんかなんだルアーじゃないと釣れない魚とかいそうだからだね。待てよ、出てるよね。あ、出てる。次これ、もう兄弟編は4人4種類終わったから、で次ケンイチくんやってクリアしたら、このおじさんモードは最初から装備フルで持ってるってやつだから、これで魚図鑑を埋めておしまいにしようと思う。これを今日やるかだな。今ね3時半3時半。なんか2個なんだっけ、釣り堀とさ、さっきのお宝は結構早かったね、クリアまでの時間が。まあおまけみたいなもんなのかもしれないけど、このケンイチくんがどれぐらいの時間かかるのか、まあやってみるかじゃあもう一回ちょっと一休憩してからやるわってことで、じゃあここまで見てくださってありがとうございました。よろしければ最後までお付き合いくださいませ。ではまたねー。